あの嫁が、うん、あのそういう誕生日とか記念日オタクで、うん、すごい強要してくる人だったの、うん、あのなんかなんで誕生日なのにいいお店取ってくれてないのとか、うん、それがもうすごい嫌すぎて、うん、俺あの3年前の誕生日の時に、うん、なんか嫁の前で半分土下座ぐらい頭下げて、これからは俺の誕生日祝わないでくれって言っちゃったの。しないってそんなやつ。どういうこと？いやあのもう切羽詰まりすぎちゃったでしょ。何があったの？だからもう嫁の誕生日とかクリスマスとかがなんかしなきゃいけない、すぐ怒られるっていう恐怖心で、で俺がもうこれはいよいよだなと思ったのがクリスマス、うん、別にお店とか何も決めてなかったの、うん、で新宿で待ち合わせて、うん、店なんか決めてないけどっつったら、もう怒りゲージがもう100、もうすでに100超えてて、でちょっと適当にステーキ屋さんに入ったの、鉄板屋さん、鉄板焼き、結構まあまあいいとこじゃん。いや高かったよ。でもそんなもういきなり入ったことがもう嫌なの。でなんかあのこう鉄板さ、目の前でこうやって嫁が、その時まあ彼女かいて、こうやってあのこう待ってたら、なんかこう鉄板やってるさ、目の前でやってる人がさ、すごい気まずそうな顔してるの、うん、でふとハンカチ出してこうやって渡したの。パッて見たら号泣してる。えなんで？えだからだからだって俺が適当に、いやいい店じゃん。いや安くないよ。で目の前のやつでしょ、うん、目の前でこう焼く系のやつでしょ、うん、がまずそれワンアウトね、うん、俺の中で。いやもういや月2だけどワンアウトっていうより。で2アウト目が、これは俺の誕生日だったんだけど、あの嫁がなんかそれなんか結構ちゃんと予約して、嫁はやってくれるからめちゃくちゃ、店員さんがケーキ持ってきて、あの今日こちらの方誕生日ですってバーって、うん、わーってやりだしちゃったの。で恥ずかしいじゃん。え、そう？嬉しいは嬉しいんだよ。嬉しいけど、いやちょっと恥ずかしいよ、うん、でボソって言っちゃったの。したらもうまた号泣。もういいってもう号泣。じゃもう、いやでもそれはお前悪いけどな、ちょっと。で3アウト目がちゃんとあるね、3アウト目、はい、なんか横浜でミシュランの一つ星を取ったってところを、奥さんがそのちゃんとやってるね、子供を妊娠して、であのあんまりご飯食べれなかったんだけど、ちょっと安定期に入って、じゃあなんかいいの食べようって言って、そこ予約して行って、そしたらなんかネットで見たやつとなんか料理の順番が違ったかなんかで、ずっと気に入らなくて横でずっと文句言ってるの。でいいじゃん、俺金出すんだし、もう好きなの食ってよっつって、なんかそのネットに載ってたやつにするとプラス1000いくらになるって書いてあって、あれでもこれネットだとこれが標準だった気がするんだけどって言って店員と揉め出して、いやいやいいじゃん、もういいじゃん、1000円ちょっとで、もうこうもういいじゃんって言って、でそこがなんかそんなところの1000円ちょっとはもういいよな、うん、でそこがなんかあのスペイン人の2人がバイオリンとなんかこんなやつを持ってすげえいい店じゃんマジで、うん、なんかその場で言った曲を即興弾いてくれるみたいな、すごっ。でももうその頃にはもう嫁泣いてて、なんで早くない？なんか悔しすぎて、ちょっと早くない？お店に対して悔しすぎて、そのあれがダメだったから、なんか1000円のなんかその1000円余計かかるとか、なんかそういうなんか、いや1000円ぐらいもしょう、いやなんかね、まあまあいろいろ、まあお金、その妊娠してる、そのなんかホルモンバランスとかで、でもそういうのがあって自分の誕生日にもう祝わないでください。辛いよ。